吉川佐根は南北朝時代の武将、秋国々人、吉川氏の一門、吉川教長の子として生まれる。この頃の吉川思想家の当主は吉川綱盛、京秋であったが、勢力は弱く分家の岩見吉川氏が勢力を拡大していた。佐根は吉川思想家の主力として戦った。元徳三年、東京庁より所領を一部譲られた。 南北朝の騒乱では、足利高氏に従う武田氏心に協力し、県務2年12月に挙兵。熊谷連閣とその子直村、老いの時期等らが籠もる矢野城を攻撃し、落城させた。この戦いで一門の吉川次第らが討ち死にした。県務3年に、高氏が新田義貞に敗れて、九州に下校すると、義貞の御教書を報じて、南朝方に味方した。 その後北朝に帰参し、広告四年、光栄二年、上野頼兼や松田金美、武田志信と共に、高津孫三郎や畑の彦五郎、川越秋守らの籠もる大田和城を攻撃。猛攻の末に降伏させた。昭平五年、上和六年、官能元年七月には、岩見国見坂峠で、高津長幸らの攻撃に相敗北している。同年、武田志信だと、 寺原城屋の籠もる寺原城を降伏させた。それに続いて、山形ため継ぎ、三文千田太の籠もる猿浜城も攻略した。喉年地下港が牢城する坂木の攻略には失敗し、翌年、今川頼り下の援軍を得た南朝方によって、撃退された。昌平七年、官能三年、文奈元年五月には、足利忠冬方となった。 毛利元春と戦い後と先城を落城させた。元春は吉田軍山城に逃亡したが、翌月には降伏した。昌平18年、常時2年には所領を、このトラクママルに譲ったが溶接。最終的には、吉川強権の故郷名を養子とした。ありがとうございます。